皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ドリオンマーケット、はい、今日はですね7月5日水曜日ということで見ていきたいんですが、まあ今のところですね、まあ結構円安にはいっていて、まあただ朝が結構円高方向に動いていたので、まあ、この後ね、夜に FOMC 議事録とか、まあ、ユーロ、まあ、この撮ってる本当数十分後ですね、に、まあ、軽く経済指数があったりとかするので、まあ、正直、まあ、ドルは145手前で、1円ね、下行ったり来たりってところかなと思います。まあ、ユーロも158、超える超えないのところで推移しているっていうのが、まあ、現状かなと。まあ、大きく動くといえば、まあ、今週末の雇用統計か、まあ、一番でかいのは、まあ、月末、まあ、26とかでしたっけね。あの、FOMC とかが、まあ、当然でかいかなと思いますけど、で、日経平均、-83。で、今日は結構マイナスが目立ったなっていう感じでした。まあ、日経、まあ、-83なんですけど、まあ、陽線で、まあ、右肩下がりなんですけど、陽線になって、短期線の下、今25日線の上っていうところで、止まっていると。で、マザーズが、-6.9、まあ、0.8% 下げなんですが、まあ、今日はね、ヘリオスとか、まあ、海阪とかは下げたというところですね。で、今日、まあ、自分がというより、この動画で、見ていきたいのが、まあ、メイン、まあ、2つですね。まあ、材料というか、まあ、マイナス材料ですね。下げになりますけど、まあ、今、さっきね、出て PTS が動き始めたところなんで、まあ、この後、もっと遅い時間になったら、まあ、掲示板とか、まあ、Twitter とかでもっと増えるかなと思いますが、ソシオネクストがですね、まあ、かなり暴落してると。で、チャートだけではなくて、今回材料ありきなので、正直トレンド変わる可能性もあるっていうぐらい結構でかい分岐点なんじゃないかなと僕は思いますね。大きな押し目になるのか、まあ一旦ここで今まで続いていた相場がね、一旦ちょっとトレンド変わるのかっていうぐらい、ちょっと大きいポイントではあるんじゃないかなと思う。ソシオネクスト。そして、まあ材料自体は、もう月曜日ですかね、出ている、まあ、DDS が、まあ、続落ということで、この2本、まあ、この2つは、まあ、大きく下げたところとして見ていきたいと思うんですが、まずはソシオネクストから見ていきたいと思います。はい、ソシオネクスト、ザラバーはですね、-250、まあ、1% 下げということで、まあ、チャート的にはね、この中期線の上で、まあ、上髭の陰線ぐらいなんですが、PTS を見るとですね、-15% 下げ、3360。かなりでかい下げですよね。前回下げ止まった、まあ、2万割れた位置はもうがっつり抜けて、まあ、窓開けで大きく落ちているんですが、まあ、この材料を見ていきたいと思います。はい。ソシオネクスト、政策投資銀や、富士通などが海外で株式売り出しということで、通常株式の海外売り出しについて、決議をしたと発表があって、筆頭株主、日本政策投資銀行第2位の富士通が保有株式を全株手放すと。全株、この第2位富士通、そして筆頭株主、日本政策投資銀行が手放すということで、まあ、これはですね、でかい材料なんじゃないかなと思いますね。枚数の合計が1262万株と4800株っていうのがあるんですけど、まあ、売り出し価格は、まあ、11日から13日の間にということで、まあ、あと1週間以上後なんですけど、まあ、このパターンね、筆頭株主、そして2位の会社が全株手放すっていう IR、まあ、過去にもあったとは思いますけど、自分の記憶というかね、あの中にないので、正直この後どういったパターンがあるっていうのがないんですけど、まあ、データというかね、自分の中のシミュレーションがないんですけど、まあ、材料から察するに、
まあ、絶対プラスな材料ではないと思うんですよね、これをどう見ても。まあ、メインの株主が何かあっても持ってるっていうなら期待持てるっていうのは分かるけど、まあ、いくら株価が上がったとはいえ、全株を手放す第1、第2の、株主っていうところで、これはね、ちょっと相場荒れるとか変わるんじゃないかなと思いますね。で、まあ、明日以降の動きを、まあ、自分としては勉強としてね、見ていきたいと思うんですけど、まあ、どんな動きになるんだろうっていうのはちょっと想像つかないんですけど、まあ、とりあえず窓を開けて大きく明日は下がると思うんですよね。で、今見たように11日から13日の間に株価決まるっていうことで、まあ、そこでは当然下げ止まりますよね。その株価が、まあ、上なのか下なのか分かんないですけど、まあ、参考価格でそこら辺で落ち着くかと思いますけど、まあ、それ売り出し価格なんで、そこで売るっていう価格帯なのでね、もうちょっとそこを下回ってくるのとかも全然あり得ると思うし、まあ、一つそこがサポートラインもしくは抵抗線になるっていうのはあると思いますが、まずはその価格が決まるまでのね、この1週間、結構激しい動きになるんじゃないかなと思います。で、次はですね、DDS 見ていきたいと思います。はい、次はですね、DDS マイナス8、36% 下げということで、14と、終わり値14ということになっています。まあ、上場廃止が出て、まあ、当然窓開けてストップ安、そして今日もうちょっと高く寄り付いたというかね、動いたんですが、上髭の陽線ということで、出来高はこの半年間でぶっちぎりの1位ということで、まあ、ある程度売られたとは思うんですけど、まあ、高いとこ17、低いとこ12ということで、まあ、12が一つ目安になるかなとは思いますけどね。まあ、一応陽線なんで明日反発というか上がる可能性も全然ゼロじゃないんですけど、今日これだけの出来高で、ただ、まあ、前回の日以降とか見てると、まあ、これが横ばいになって、そこね、固めて、ややね、やや右肩上がりになって、マネーゲームあるかもぐらいですよね。まあ、なんとも言えないところなんですけど、PTS は、13.6 ということで、まあ、やや下げてはいますが、まあ、ただ、時価総額とかね、考えれば、まあ、動いてもおかしくないような形ではありますよね。これだけの出来高、そして上髭の陽線なんで、まあ、2倍とかね、そこまででかくなくても、まあ、今日ぐらい、12から17と、まあ、結構、まあ、一番下と一番上で買ったり売ったりできないですけど、まあ、1日のボラとしてはでかいですよね。まあ、今日もまあ 36% 下げているということで、まあ8円動くだけでもね、これだけの動きになってきているので、まあ、もしかしたらね、そのボラリティ狙い、動き狙いの資金が集まってくる可能性はあるんじゃないかと思います。で、次はヘリオス見ていきたいと思います。はい。で、ヘリオスマイナス118、8% 下げ、8.8% 下げで、まあ、PTS もね、ちょっと下げてますけど、まあ、落ちたところはですね、この5番2時の時に1123まで落ちて、まあ、そこから100戻してはいるんですが、まあ、これ、海阪もね、かなり似たようなチャートになってるんですよね。この高値で、まあ、ダブルトップのようなチャートから大きく落ちて買い戻されるって、海阪ヘリオス似たチャートになっているんですけど、まあ、一応、下髭のライン、まあ、底根のラインが一応短期線、この黄緑の線で抑えられていることと、まあ、崩れたとまでは言えないかな。まあ、確かにダブルトップの形ではあるんですけど、まあ、明日からね、大きな下落来てチャート変わるって可能性ももちろんゼロではないんですけどね。まあ、なんとか耐えてくれたかなっていうところで、まあ、このまま上げれば今日の、まあ、1100台はおしめだったかなとも思いますし、まあ、この後ね、週末、まあ、金曜日の雇用統計に向けて、まあ、早め明日木曜日とかね、当日金曜日とか、で、今日の FOMC 議事録とかで、どっかで、為替が動く前にね、日経平均マザーズ1回下げというかリスク回避で売られる日があると思っていたので、もしそれが今日であれば、そのヘリオス海阪関係なくね、下げの1日だったのかなと思いますね。押し目、全般の押し目なのかなっていうところがありますね。
はい。で、最後はですね、今日強かった 5% 上げ、プラス570で終わりに1万1000に戻ってきた、まあ、A バランス、まあ、チャートも非常に綺麗ですよね。この中期線、長期線のと上でね、下げ止まり、やや右肩上がりになってきているという非常に強いチャート、A バランスを見ながらですね、注目銘柄読み上げて今日終わりにしたいと思うんですが、まあ自分が見ているところも、まあかなり下げが目立ちました。で、海阪、さっき名前出した海阪もマイナス67、7.5% 下げということで、昨日ね、材料出ていたんですが、まあ PTS 上げて、今日は、まあ昨日の高値付近から大きく落ちて、まあこちらもね、かなり落ちて、まあ、引けはマイナス67なんですが、まあ落ちたところで100超えているという時もありました、海阪ですね。まああとは最近見ているって言ったね、ヒーローズとかも 3% 落ちていたりとかで、まあ自分が見ているところ全般落ちたかなと。まあただ、最初に見たね、ソシオネクストの材料というかインパクトがでかすぎて、まあ明日の、まあ注目ですよね。話題はソシオネクスト。まあ今日の PTS 明日の話題はソシオネクスト一強かなと思いますね。で、ビューティー花壇、マイナス81、6% 下げで1220ということで、まあこちらも、まあサポートラインの、まあかなり下の位置まで来ています。上が1500、1600、重いと。で、下は、毎回1200割ったぐらいでね、下げ止まりしていたラインまで来ていると。まあただ、大陰線に連発なんで、まあ陽線出てからでもいいんじゃないかなと思いますが、今回は以上になります。よかったらですね、下の概要欄に自分がやってるツイッターのリンクあるので、よかったらツイッターフォローしていただいて、で、ツイッターとですね、概要欄に口座解説のリンクがあるので、まあ、FX 口座と、まあ、自分がいつも見てるこの SBI の口座ですね、口座解説、興味ある方は、リンク開いてみてください。で、こちらのチャンネルですね、チャンネル登録して、別の動画もチェックしていってください。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。